皆さんこんにちは、銀幕にポップコーン。というわけで、はい、私が司会の土方です。はい、あ、どうも今井です。お久しぶりです。野口です。2回目の登場ですかね。はい、お願いします。ということで今日は何あるんですか、このメンツ。今回はですね、あのデビルマンクライベイビーを取り上げたいと思います。はい、久しぶりのアニメというか初めてアニメ、メインで取り上げるのは初めてかもしれないですね。まあね、楽しみにしてたので、今月から配信されてる、はい、アニメ作品です。なんですが、ちょっとそれに入る前に先週の、動画にコメントいただいたので、はい、質問1個いただきました、うん、ありがとうございます。K.A.1 さんから、ところでなんですが、国内の映画やドラマはどうなのでしょうか。特にテレビドラマ今期は坂本雄二脚本あのねや乃木明子脚本のアンナチュラルなど、物語好きには必修な作品がありますが、他のポッドキャストでも映画に比べて語られることの少ないテレビドラマの話を聞いてみたいです。なるほど、はい、勉強します。します、まあ、します。まあ、正直なところあんまっていうか、僕はテレビ見てないんでわかんないんですけどね。そうですね、我々の中だと多分テレビドラマレギュラーで見てる人です、まあ、ほぼあんまりいないから、いないですね。まあ、もちろんあのテレビアニメシリーズ、まあ、デビルマンは微妙なところだけど、そういうのとか、あと国内の映画でも、まあ、アニメ映画とかはやってるし、まあ、ああ、国内映画でもね、その対策があればぜひともやってみたいところですけど、はい、まあ、去年、いや、一昨年とかだったらね、本当はシン・ゴジラとかもやってもよかったことでしょうし。ああ、そうですね。まあ、ものによるとしか言いようがないです、はいはい、なんか逆にテレビアニメとか、うん、あ、テレビドラマとか見てるもある？僕はないですね、正直。アニメならって感じ。アニメならって感じかな。あの、私も今見てるのはないです。僕もないんだけど、ダメだダメだ、このメンツダメだ。勉強しないと。ちょっと気になってたのは、はい、ね、ゲーム作ってた有名なあの、彼ヒロイ王子さんがね、プロデュースしたコードネームファントムだっけ、コードネームなんだっけ、わかんないやっていうあるんですね。あるって、それはアクションもので結構かっこよかったから見たかった。実写ですか？コードネーム、いや、もちろん実写なんだよ。実写ドラマで、あれコードネームなんだっけ、コードネームドラマで出てくる、ヒロイ王子出てくるよ。どういうドラマなんですか？ゲームらしいんですかね。いや、まあ、はい、普通になんかそのクライムものっていうか、コードネームミラージュ、ミラージュ、ミラージュ、なんかそのミラージュっていうなんか特別組織が、まあ、要するに人殺すみたいな感じなんだけど、単純にアクションがスタイリッシュでかっこいいって、面白そうですね。まあ、なんで、まあ、ものによっては扱いたいと思う。うんうん、そうですね、はい、コメントありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではメインテーマに入りたいと思います。はい、デビルマン、うん、クライベイビーというわけで概要を簡単に説明します。はい、と四畳半神話体系ピンポンなどで知られる注目のアニメーション作家湯浅正明が永井豪の名作コミックをアニメ化で、まあ、あらすじ件も、ま、みんな分かってる方ばっかりだと思うんですけど、まあ、主人公の不動明、はい、不動明が悪魔と合体してデビルマンとなり地球を侵略しようとする悪魔と戦うという物語です。はい、そうですね。まずね、この湯浅正明監督、去年、まあ、湯浅正明イヤーといろんなところで言われていた、まあ、今年も含めたじゃん。そうですね、今年冒頭までもう、うん、そうですね、1年以上湯浅正明イヤーは続いてますね。そうですね、今すごく勢いがある監督ということなんですが、はいはい、まあ、今井さん前からね注目されてた。まあ、そうですね、僕はだからテレビアニメも含めていろいろアニメーション嫌いじゃないんですけど、まあ、やっぱそのどちらかというと変わったものが好きなんで、湯浅監督は何最初に見たかな、もう覚えてないですけど、やっぱりマインドゲームが一応ね、うん、彼の作品としては出世作というか、多分彼が自分で一本撮った中では一番評価されてる映画で、はい、これかなり古いですけど、まあ、一応原作があるんですけど、話にもへったくれもないわけのわからないストーリーです。はいはい、まあ、これも私最近見ました。はい、どうでした？いや、すごい面白かったですよ。なんかぶっ飛んでますよね。ぶっ飛んでますね。まあ、ほとんどあのビデオドラッグみたいなもんで、なんかもうサイケデリックだったり、あと意味不明な展開、なんか、まあ、あれは夜泣きとかモデルにしてるのか分かんないけど、その口クジラの中に入っていったりとか。そう、主人公はいきなり普通の話で始まるのに、いきなりクジラに飲み込まれるんですよ。うん、すごいですね、途中で。なんかそれまでは普通のね、なんか居酒屋でなんかヤクザに絡まれて撃たれた死んだみたいな話だったんですけど、途中からいきなりクジラに飲み込まれる。なんかもともと原作は確か漫画かなんかで、漫画もめちゃくちゃな話なんだけど、まあ、輪をかけてめちゃくちゃな話で、まあ、ただアニメーションの表現としては面白い。で、まあ、それで、まあ、湯浅正明監督に関してはすごいいろいろな形で注目してたんですけど、一番多分一般の人が
が見たことあるのはクレヨンしんちゃんの、あの監督じゃないですけど一部のパートでやってる、はい、猛烈大人劇場版の方の方で、猛烈大人大作戦だっけ、なんかそういう結構有名な作品が、大人帝国の逆襲か、あれに出てくるクレヨンしんちゃんがそのアトラクション遊園地みたいなところでガーって走るシーンがある、あれが岩瀬さんの作画パートで、それもすごくて、そのアニメーションの中でちょっと花形として言われるそのパートで、いわゆる背景動画っていうのがあるんですけど、背景動画ってアニメーションって基本的には背景と作画は別々の人がやって、背景は透明だったりする、はいはいはい、でこっちは動かすんだけど、うん、そういうこうやって一人称視点とか三人称視点でガーッと走る視点はもう全部描く、うん、後ろのやつも一体となってる、背景も一緒に動く、そう一緒に動く、うん、でそういうパートでやってるから、もうなんかしんちゃんが走ってるのか、なんか物が動いてるのか分かんないそういうのとかやっててやっぱすごいかったし、あと、うんうん、意外とマニアックだけど、多分これはマインドゲームより前ですけど、猫汁っていう漫画がありますよね。猫汁知らなかった。シュールでなんかちょっと暗い猫が暗い話、それの、それも岩佐監督が関わってて、これも素晴らしいです、はい、これはなんかもうアートアニメなのか何なのか分かんないけど、なんかもうほんとシュールで、すごい怖いです。怖いんですね、可愛いキャラクターだけど怖い。へえ。 あと有名なのはちびまる子ちゃん あのオープニングも言わせたのか、あ、はいはい、そうらしいですね、あれはみんな知ってるし、ピーヒャラピーヒャラ、あれも今見たらなんかドラクエの決め手作ったのかみたいなやつでしょだからまあそういうなんかすごいサイケデリックな映像を作るっていう意味では意外と一貫してる部分もあるんだけど、実は結構いろいろあって、うん、ピンポン最近だと、うん、あ、ありました、ね、あれは、岩瀬さんが監督やりましたが、はい、あれは原作あるけど、はい、いわゆるロトスコープっていう手法を使ってて、実際に人間がこういう動きをしたやつを書き起こしてるんで、どちらかというとかなりリアル寄りのもんで、うん、全然違った作風で、まあ、結構幅広い、あと四畳半神話体系とか言いにくいですよね、あれは少しポップな感じですねうん、うん、なんで意外と幅は広くやってるので、うんうん、まあ、まだまだなんかあのいろんなものを見せてくれるあのすごい才能がある監督だとは思います、うんうんうん、今回のデビルマンクライベイビーでいうと割と四畳半神話体系寄りの絵柄というか、そうでしたね、それもちょっとびっくりした、うん、綺麗です、うん、ね、どちらかというとテレビアニメとしては意外とスタンダードな方向に寄せてる感じがあって、うん、特にキャラクターデザインはすごく洗練されてますね、うん、岩佐さん あのアニメってもう結構もう崩れてくんですよ、体も、うん、もうなんか場合によっても人間に見えなかったりすることもあるけど、はいはい、今回は結構キャラクターデザインきっちりしてて、はい、まあ、もちろんたまに変形とかするから、うん、そこはすごくあのメタムロフォーゼするアニメーションなんだけど、基本的にはあの特に主要3人のキャラクターはすごい洗練されてる感じがするね、うん、そうですね、うん、ミキちゃんがああいう姿になるっていうのは結構驚きです。もともとはの長い子の古いなんか女の子だった、はいはいはい、原作だとそしてもっと男勝りなんですよね、性格も割と変わってて、ね、まあ、いいや、じゃあその実際のデビルマンクライベイビーの話の方に入りたいと思います、はい、まずあの感想をね、ネタバレなしで、はい、ネタバレなし、まあ、みんな話の結末は知ってるんじゃないか、まあ、結末は知ってる方が多いかもしれませんが、はい、まあ、とりあえず具体的なネタバレなしでいきたいと思います、うん、まあ、野口さんがね、はい、多分一気に全部見 見たそうですね。僕は原作を知らずに見てかなり衝撃を受けて、その結末、はい、皆さん知ってると思うんですけど、でかなり衝撃を受けて、その次の日は結構きつかったですショックしかも一気見したんですもんね。一気見しちゃったんですよね。続きはどうしよう気になっちゃって。なんか最初どうして見ようと思ったのきっかけは、はいはい、最初はでもやっぱデビルマン自体は常にあのいろんな媒体で聞いてきたので、うん、まあ、気になってた、まあ、要はこのデビルマンが元で、はいはいはい、まあ、いろんな作品が出てきた影響ね、はい、影響を受けたものが多いって聞いてきたんで、あ、はい、まあ、その原点となるようなものはぜひ見てみたいと思って、でいい機会だったんで。なるほどね。案の定ドハマりして。どこが一番面白かったですか。面白かったところは面白いとは言えないんですけど、まあ、衝撃的だったのはやっぱそのヒロインの結末とかも、はいはい、ヒロイン関係は主要人物が基本的にこの世界って救われないじゃないですか、まあ、絶望的な感じで、ね、救われないにしてもその各キャラの退場の仕方というか、まあ、もうあまりにも救われない部分が多い気がして、まあ、だから昔も結構さ、はい、暗い話、まあ、エヴァとかもね、はいはいはい、まあ、あのデビルマンに影響を受けてて結構辛い話になって、まあ、うんうん、アスカがさちょっと精神汚染とか言って鬱になってたりするぐらいあるけど、はい、うん、まあ、それよりも過激だからね。そうですね。もうさらに僕が知っているその暗い展開のさらに上行くようなびっくりしちゃいました、うん、でもかなり面白かったです、はいはい、
なんかもう宣伝の時にもずっとなんかネットフリックスならではのバイオレンス表現とか地上波では、ね、地上波ではできないものをやるって言ってて、まあ、確かにその言葉通りあれってペアレンタルコントロールとかされたら見れないでしょ絶対見れないと思う。見れないと思いますよ。私子供にはおすすめしないですよ。それはそうですね、はい、それはそうですよ、ね、どこからだったら OK かをちょっと迷うところなんですけど、まあ、18、16じゃないですか。そうですよね、基本セックス、ドラッグ、ロックンロールっていうかセックス、ドラッグ、悪魔みたいな、はい、悪魔、グロテスク、はい、そうです。今井さんは今のところ4話まで、はい、僕はね、途中まだね、あんまりちょっと見れてないんですけど、まあ、まあ、気にはしてたんですけど、まあ、ちょっと忙しくて見れてないんですけど、まあ、4話見て、まあ、なんで基本的に話の結末っていうよりか、その、なんていうか、プレゼンテーションの部分がメインで見てるんですけど、はい、うん、まあ、やっぱ、湯浅正明だっていうしかないアニメにはなってんだけど、うんうんうん、まあ、さっきも言ったように、はい、思ったよりも日本のテレビアニメのフォーマットを従ってるなっていうところが面白かった。っていうのは、その、まあ、話の構成が結構一話完結で一応、悪魔で対決して倒すとか、はい、分かりやすくしてるし、うん、あとは結構ギャグ路線もある。そうですね、うん、はい、とか描写とかでも、例えば不動明がすごいデビルマンになってからすごいいっぱいご飯食べちゃうでしょ。 あ、はいはい、あれとかもこんな山盛りです、はい、そうですね、はいはい、あれとかはなんかむしろ最近のキルラキルとかのアニメの雰囲気、うん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 、70年代アニメの雰囲気をうまく入れてるのかなと、うん、でもリアリティないじゃん、 そんな。そうですね、うん、でもまあそういう方がアニメらしいし、はい、まあ面白いと、うんうん、あとまあ不動明がさ、あれで覚醒した後女の子がすっごい言い寄ってくるとか、 あれもバカみたいだけど、ね、はいはい、まあ、昔のそれこそまあ学園ものアニメとか、はい、あとウテナとかの演出にもちょっと似てるかなと、はい、まあ、ジョジョもそうでしたもんね。そうそうそう、はい、ジョタロウとか、ああいう、なんだあいつもう全然変わってんじゃん、本当顔変わってるから、ね、そうや、体型も何も違うから、おかしいけど、うん、まあでもああいうのができるのはアニメの面白いところかなと思ったね、はいはいはい、いや少しすごい笑いました、表現しすぎっていう、うんうん、まあ、あとはやっぱり役者かね、まあ、演出 と、まあ、声優の演技はまあかなり素晴らしくできてて、うん、あのゲストなのか出演なのか分かんないですけど、ラッパーの人たちも、まあ、ラップやるじゃん、はい、そうですね、ラップ当たり前だけどうまい、あ、俺が聞いた中であのアニメで出てくるラップの中では一番うまいラップを聞かせてくれる、まあ、アニメで出てくるラップでそんな大したラップが多いからやっても、はい、でしかもラップやってる途中から普通のセリフになっても同じ声優だってのは結構すごいことで、 ああいう表現が今できるってこと、うん、あとは一応川崎っていう街をテーマにしてるっていうのも面白いね、うん、ああそうですね、あの舞台がね、はい、一応なんかそのロケしてみたなところを結構はっきりと映してて、うんうんうん、その川崎をテーマして、川崎ってまあ今ちょっと治安が悪いとか、はい、あとヒップホップの人たちは結構いるんですよ、うんうん、ラッパーの本拠地だったりするんですよ、うんうん、だからそういったあのいや今のストリートカルチャーを取り入れるってことはやっぱり意識的にやってんだな、うん、そういうとこかな、なるほど、まあ、表面的なところで言うと、うん、そうですよね。あとあの原作にはあの主人公が陸上やってるとかそういう設定がないんですけど、今回走るっていうのが新しい要素として出てきて、はい、あの走ってるシーンのアニメーションとかも、そうそうそう、悪魔並みに走ってるところとか、ね、4本足になってるみたいな、はい、あれで、あれ面白いですね、あれ外国人の人が、あのこれまではナルトの走りが一番だったけど今はデビルマンがあれ怖い、あれかっこいいのかな、かっこいいっていうかすげえ面白いですよね、うん、ダイナミックですよね。私も、まあ、一気見ではなかったですけど割と早いペースで最後まで見ました、はい、うん、で最初はちょっと入り込めなかったんですけど、うんうん、というのはなんか主人公のキャラクターにいまいち入り込めない、うん、まあ、すぐ割と表現しちゃうじゃないですか、はいはいはい、まあ、彼を泣き虫っていう設定なんですけど、はい、その泣き虫のところがあんまり掘り下げられないまま表現しちゃうから、なるほど、なんかあんまいまいち主人公がつかめなかったっていうところが、まあ、そこは多分尺の段階で結構切ってるのかな、まあ、ね、30分、1話30分なので、まあ、なかなか難しかったのかなと思いつつ、うん、まあ、あとちょっとヒロインにあんまり最初パーソナリティないヒロインだなって思ったことが、うん、うん、まああれもそのもうちょっとインタラクションがあって変わってからって話やるべきなところを、まあある程度テンポ早くやってるんだと思うけどね、うん、まあテンポ早く進んでいくっていうではストレスはないですよね、ないですよね、うん、まあただ最初そこでまあちょっと入り込めなかったってだけで、はいはい、まあとっても途中からね、シレーヌのバトルシーンあたりから、もうシレールまだもう行ってないかもしれないですけど、まあ、結構原作に忠実な感じのシレールのバトルシーンが結構大きく描かれてて、そこがまずすごかった、うん、なるほど、まあでもそこを乗り越えればもうずっと最後まで一気に見ちゃう感じでしたね。そうですね、そこから急に展開がガーッと、そうなんですよ、うん、から止まんなくなる感じしますね、
うん、うん、はい、っていう感じですが、はい、まだ今回 の, あのデビルマン結構現代風のアレンジしているので、うんうんうん、まあ、さっきラップの話しましたが、まあ、ヒロインのね牧本美希ちゃんがアイドルみたいな感じで、あ、一種のアイドルみたいな感じで人気みたいなキャラクターに出てくるんですよね。あ、でもあれまでちょっと暗い話じゃん。陸上選手で、いや、まあ、だから、まあ、アイドルっていうか、だから週刊誌のあの男に目つけられてっていう。そうですね、そうそうそう、まあ、うん、まあね、アイドルなのかなで、まあ、まあまあまあ人気の、まあ、誰もが知ってるようなキャラクターで、ある種の何校の女神みたいな、そうそう、そうですね、なんて名前でしたっけ、魔女、魔女、陸上界の陸上界の魔女みたいな、魔女っていうので原作でも魔女とは呼ばれますね。あ、まあ、まあ、クラスの人気者とかいう設定はよくあるけど、まあ、もうちょっとレベルが高い、はいはい、まあ、まあ、あれはスポーツができるってことも含めてでしょ、うん、そうですね、うん、まあ、スポーツができて、まあ、みんな陸上やってるのでね、ミイコとかも陸上そうですねやってるので、うん、このヒロインはどう思われましたか。あ、まあ、ヒロインですか。唐突になり、結構、僕結構最初ミイコとミキどっちが好きなのって分かんなくて、あで、まあ、見ていくうちに、まあ、ミキ、あの特に最終話らへんかな、あの、まあ、デビルマン、不動明がデビルマンだってバレた時にミキが取った行動を見て、うん、まあ、感動して、まあ、ミキの方が好きかなっていう気にはなりましたね。割とミイコにも同情できる部分があって、うんうんうん、そのなんか確執みたいな嫉妬みたいな部分、うん、まあミイコもミイコもすごい好きだったんですけど、ね、まあ、ミキはどうだろう、まあ、でもすごい現代のアニメに出てくるような本当にヒロインのような、あの予想してるから、まあ、普通に第一印象からでも全然好きでしたね。いや、うん、だからキャラデザーの見た目も含めて性格を含めてブラッシュアップされてて、ね、全然違和感なかった、はい、違和感なかった。昔の見たら古臭いよ、昔のなんかすごいらしいですね、まあ、絵もなんか性格も劇画調だし、うん、なんか原作この前読み直したんですけど、はい、なんか何なんでしょう、あのベランメン調なんですよね、はいはい、喋り方がそうなんだ拙者とか言うんですよ、男まさりな、男まさりで全然違う、まあ、でもそれはそれでかっこよかったんですよ、最後の、うんうん、最後の最後でなんか自分で戦うシーンとか、はい、お高まさりの性格にちょっと合ってたんで、それはそれで好きだったんですけど、今回はそれとは変わって、そうですね、全然違います、結構女の子っぽいところが多かったですね、あとハーフ設定になってるんですね、うん、あ、それも違うんだ、へー、そうです、お父さんが外国人、はいはい、なんでなのかな、あれはなんでなんでしょうね、なんか言ってた人が言いましたけど、うん、なんかまあなんででしょうか、なんかお父さんずっとそのキリスト教のなんか、ね、そうそうそう、あれも気になってたんですよ、なんか関係あるのかなと、そう、ダイニングテーブルの後ろにずっと最後の晩餐、あれはおかしいよあれはなあれはあのレプリカが、あと、まあ、その不動明のお父さんもだからその知り合いなわけでしょ、知り合いってことで、そうですね、はいはい、で、まあ、いろんなとこいるくっていう設定と合わせたのかなっていうのもあるし、まあ、あとその辺のなんか設定は部分的に改変されててるでしょ、うんうんうん、アスカの方、はい、アスカ寮のお父さんの話も全あんまり出てこなかったけど、本当アスカのお父さんが研究者かなんか、あ、そうなんですね、うん、アニメ版だとプロフェッサーフィキラの役が原作だとリョウのお父さんなんですよ、お父さんがそういう研究を悪魔の研究してて、だその辺はなんか改変されちゃったんだよね、そうですね、なんか多分人間関係の整理なのか分かんないけど、うんうんうん、そうですね、リョウの話そういえばしてないですね、うん、はい、アスカリョウ金髪に、まあ、金髪は一緒か、まあ白っていう、まあ、白ですね、まあ、金髪のキャラクターでいきなり現れて、一番目にいきなり現れてマシンガンをぶっ放すというキャラクターなんです ね、まああれはみんな知ってるからだと思う、知ってるあの作品知ってるから、うん、あのイントロダクションは必要ない、いらないと、いや一応だから昔友達だったような描写ちょっとありましたね、あ、そうですね、一番最初に、うん、でもなんかその関係はもうお約束みたいなになってて、うんうんうん、だからアスカリョウの設定はもうぶっ飛んでるし、なんかよくわかんない車乗ってるし、よくわかんない高級なところに住んでるしそうですね、そして私がすごいびっくりしたのが、途中でテレビ番組持ってるじゃないですか彼、あ、はい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 、自分のなのかそれともレギュラーの出演者なのかわかんないんですけど、はいはい、うん、テレビ番組も出てて、まあ、なんか何でもできるんです、そういきなり出てきたんでびっくりしたんです、ドキュメンタリーのねそうなんですよなんかまあアイアンマンみたいなもん、あ、富豪だから、富豪のね、まあ富豪、富豪ですね、うん、でまあその見た目は普通に、まあ、今っぽくなってて、はい、まあその多分そのデザインとしてはやっぱりもともと不動明と飛鳥涼はセットだけど、はい、対照的なイメージになってて、はい、まあ、白と黒とか、うんうんうん、あとちょっと優男とちょっと
筋肉質な感じとかもあって、はい、そこら辺は本当にうまくやってて、うん、まあ、見た目として可愛いしなんかいい感じだねって、うんうんうん、そうですね。あとなんかプロモーションアートとかでよく使われてたアキラとリョウのが額を突き合わせてなんか血がだらーって流れてるやつ、 あのシーンが出てる時はおって思いました、うんうん、実際に。まあでもそれで実際の性格はちょっと逆っていうか、その不動の方がまあ泣き虫で、うん、まあアスカかリョウはまあクールっていうかね、うん、まあ、まあ何でも実力主義っていうかとかあって、まあそれはまあ基本原作ラインと一緒だと思うんですけど、うんうんうん、まあよくできたバディーもの、バディーもの、まあ、何なんだかね。でもああいう設定はね結構多いんだけど、あの人の漫画には結構まあ長い号の漫画にはまあ多い気がするんだけど、今見ると不思議だよね。不思議ですね。何なんだろうね。まあまあでも普通ああいうのって、うん、まあこれ本当ネタバレにちょっと触れちゃうけど、はい、基本的にはいわゆるアルターエゴなんだけどね、うんうんうん、同じ存在の裏側だから、はいはいはい、うん、だから対になってて、まあ両方ともなんか極端にその誇張されたキャラクターなんだけど、まあ、合わせて持ったら人間ってこういうもんだよねみたいな表現だとは思うんだけどね、うんうん、はい、なるほど、そうかもしれないですね、うん、まあそういう意味ではだから最初の方はそのぶっ飛んだ展開としてはアスカ亮の話は面白いし、まあ、銃とかどっから出してくるの、どっから出してきたし、どっから出たんでしょうね、うん、いや、あそこなんかすごい不思議なシークエンスだなと思って、まずラップが入って、はいはいはい、で主人公がいきなりなんかボートで、ね、はい、ボートでやってきて助けに来たよみたいな感じで、はい、えって言うと思ってたらさらにもう一人やってきて、はいはいはい、銃をぶっ放すというすごい展開ですあれは。まあ、逆に言うとね、白馬に乗った王子様展開みたいなところで、そうですね、窮地を助けるヒロインは主人公、主人公ですね、そういう感じの要素もありますからね、うん、まあだからそういういわゆるボーイズラブ的な要素は、まあ、多分かなり意識して入れたんだと思う、うんうん、もともとそういうものとして読まれてたっていう側面が実際あったらしいですよ、うん、あ、そうなんですね、うん、昔だから僕もよく知らないですよ、はいはい、最後の漫画の中でも、うん、やっぱりその2人っていうのは結構象徴的な2人なんで、うん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 、最後ね、原作のラストでもアニメでも、まあ、そのもろに愛の要素が、二、うん、人の愛の要素が出てくるんで、はい、そういう展開、まあ分かりますよね、うんうん、まあ、今回も作品最初からもうそういう BL 要素的な雰囲気を漂わせてたところはあったと思います。まあ声優選びとかもそういうのを考えて選んでると思います、うん、まあ、非常に良い声優だと思います、はい、そうですね、両方ともイメージぴったし、うん、まあ、また声優で言えばね、司令の役に、はいはい、田中さんが、草薙素子の役で有名な方がキャストされてますね。シレーヌまだ出てきてませんか？シレーヌ、いや、戦ってはないけど出てきてる。デビルマン覚醒してるって見て、あいつがっていう。もう完全に、あれ、少佐って感じだった。そうですね。少佐がビルの横が彼女が出てくると完全に少佐にしか聞こえない。そうですね。特になんか印象に残ったシーンとかありますか、野口さん？いっぱいあんな。まあいっぱいあるんですけど、まあ、最初すごい衝撃的だったのは牧村一家か、うん、牧村一家が、まあ、みんな死んじゃうような場面があって、牧村一家の、ミキの子供、あ、弟が、はい、悪魔になっちゃって、うん、それをお母さんが気づいて、まあ、引き連れて難民キャンプまで行っちゃうんですけど、まあ、そこまでお父さんが探しに行って、で探して見つけた後のそのお父さんの葛藤のシーンがすごく胸にきたなと。悪魔なんだけど自分の子供が悪魔ってことにすごく耐えられなくて殺そうとするんですけど、やっぱり自分の子供だから倒せない、うん、殺せないみたいな葛藤の中 でその結末が、まあ、なんか自衛隊かな、他の警備隊みたいな人がバーって来て、うん、やめてくれ、モンドムよりバーン、うん、で死ぬっていう、なんかもうあっさりしてるんですけど、うん、あそこはかなり衝撃的でしたね。まあ、ある意味でもそれ考えるとさ、なんかそのポストアポカリプスものゾンビ映画っぽいよね、はいはい、そうですね、なんかちょっと、はいはいはい、ウォーキングデッドじゃないですけど、モンドムより人が殺されるとかは、うんうん、もうてかもう完全にこれディストピアというかアポカリプスものですよ ね、まあ、だからね、ジャンル的に、いやだからある意味その漫画家の彼、原作の長井豪はポストアポカリプスの結構創始者であることは間違いないです。もう全部そうですよ。デビルマンもそう、バイオレスジャックもそうだし、でバイオレスジャックとかのそのもう完全になんか終わった世界でも無法者がいるみたいな世界観は、まあ多分
当時のマッドマックスと同じぐらいにやってたのかもしれないけど、その後は北斗の拳とか、ね、めっちゃ影響を与えてるから、北斗の拳とかもうギャグになってるけどなんかでもなんかみん な, しなんか原爆でおかしくなっちゃってから、なんかもう実力主義の世の中で生きていくみたいな話はすごい多いですよ、なんか海外にもやっぱり影響力あったらしいですよ、デビルマンから、デビルマンとか、もう長い子の作品は、まあ、それだけパン勢いっていうかパンチ影響力ありますよね、まあ、きつい作品なんでね、はい、そうですね。あと一個、あの現代的な演出で気になったのが、あの牧村美希が、不動明がデビルマンになったって気づかれた時に、牧村美希がそのネット上にコメントを出すんですよ。ネットね、はい、ネットを使った演出が面白かったです、ね、今回はスマホとかいっぱい出てくるもんね、はい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 、あ、そうですね、カメラマンの人がいて、それとか撮ってたりね、いや、あのそれで言うと、だからそのこれ現代的っていうかどうか分かんないとか、はい、デビルマンの中にデビルマンが出てくるのも、まあそのネットああそうですね、はいはいはい、弟がねデビルマン好きでネットで見てたり、はいはい、あのどういうことか、テーマ曲が流れるんですよね、YouTube みたいなので、そうてかデビルマンクライベビーの中にはデビルマンが存在する、存在していますという、不思議ですよねあれなんかメタ設定メタですね完全に。でもなんか牧村美希がそのなんかね投稿するシーンとかもね、はいはいはい、すごいなんかリアルなんですよね、なんかあの彼が彼女が割と綺麗、まあいいこと言うんですけど、いい、それに対するコメントがねどんどんひどいのがついて、本当にひどいコメント、ひどいコメントばっかりドラララと並ぶ中に、まあたまにちょっといいのがあったりとかいうのが、はいはいはい、すごいリアルだなと思いながら見てましたけど、最初の方のシーンで言えば、あのサバスのサバスっていうかサバトの最初の一番目に入ってるあのシーン、すごいくらいですか、あの一番最初のサバス、まあ、あれは湯浅アニメって感じです、まさになんかサイケデリックな色合いで、うん、まあ、あんなパーティーはないですけどねありえないですね、まあ、よくわかんない薬物やってて、あの薬物何なのかよくわかんない、はいはい、ドラッグやってるんですよね、ドラッグやってましたね、ドラッグやってて、はい、してドラッグやってああいうところに行くとなんか悪魔生まれちゃうみたいな、そうそう、うん、理性を失ってパーティーしてるとどんどん悪魔に変わっていっちゃう、まあすでになんかもう犯罪してる感じだったからそうですね、捕まるんじゃないかと思って、そうですね、はい、すごい、でまあそこで量が、まあ、原則にもありますけど、瓶でなんか人を刺すところ、うんうんうん、刺していくところがすごいな、この人と、まあ最初はやっぱりショックを与えようっていう感じでなんかそういうことをやってる感じではしましたけどね、うんうん、そうですね、今井さんなんか他にも、いや僕はだいぶ言ったから最初の方ですもんね、はい、うん、でもちょっと割とねもうネタバレ出てるんで、はい、はい、ラストをね語りたいですね、もう完全にここはネタバレで、そうですね、ある人は今まで出ちゃってるので、はい、そうなりますね、ウィキペディアとか呼べば書いてあります、はい、そうですね、ラスト、まあ、ラスト9話と10話って感じなんですけど、まあ、僕はだからそこはちゃんと見てないから、うんうん、オチは知ってますけど、そうですね、はい、むしろどうでしたかです、僕はもう9話で終わったのかなと思ったぐらい、はい、エンディングらしいエンディングを迎えたなっていう気はしましたけど、まあ、10話でちゃんとその後の展開が悪魔と人間どっち勝つんだみたいな運が出るんですけど、まあ、ラストはかなり衝撃的でしたね、結局やっぱ救われないんですけど、なんか救われないにしてもなんか希望があるような結末を見せてくれるのかなってちょっと9話の時点で期待してたんですけど、うん、まあ綺麗さっぱりなくなってしまってどうしようもないなこの世界っていうで、あのラスト見た後にいろいろなんかそのこのデビルマンの後に続いていくような作品いろいろ探して、やっぱいろいろそこの部分ラストを見た上で例えば幽白書とかベルセルクとか、うん、あとグレーンの中も多分入ると思うんですけど、うん、ああいった作品の監督が、まあ、この後の展開を自分なりにどう表現しようかっていう部分を結構自分なりに考えて、それも結構楽しかったですね、うん、確かにベルセルクとかなんか救いがないから、ああいう感じの救いのない感じ、そう自分なりにこうすればヒロインは救われるみたいな道筋をなんか別の作品で立ててるようなイメージが勝手に考えたんですけど、なるほどね、はいはいはい、面白かったですねやっぱり。9話で、まあ、みんな死んじゃうんですよね、牧本美希のあの、うん、生首のシーンが9話の最後に入って、うん、まあ、10話はその後の亮と明の最終対決みたいな感じなんですよね、はい、この9話でミーコもね死んじゃうんで、そうですね、まあ、今回ミーコかなり大きいキャラクターとして出てるじゃないですか、はい、
原作でも同じようなポジションなんですかね。原作はミーコっていうキャラクターはいるんですけど、はい、あんなこんな原作ほどメインじゃないですね。絡まないで、彼女はスリカなんかの女の子で、まあ悪いことしてた、まあまあ、デビルマンに体が変わってっちゃって、はいはいはい、まあ、自分が今まで悪いことしてたせいだと思う。あ、なるほど。逆に、ね、特に主人公とは、はいはいはい、絡まないんですよ、あんまり。なので今回ね、その牧村美希と、はい、こっちのミーコがちょっとしたライバルみたいな感じに、ね、まあ、一方的に思っていることの感じもありますけど、そのダイナミックとか結構面白いなと思って。面白かったですね。なのでミーコが死ん、あ、なんかもうモロバレですね。モロバレですね。もう分かってたかもしれないですけど、ミーコがね、はい、ちょっと死ぬシーンとかもかなり悲しかったですね。あれは悲しいですね。なんか逃げるんですよね、一緒に。そうそうそうなんですよ。見つかってしまって逃げるんですが、ミーコが、デビルマンに なった状態で、まあ、キムラミキを乗せて、なんかどうともなんかどっかを、そうそうそう、川沿いをね、川沿いを走って逃げるんですけど、車が後ろからバーッと追ってきて追いつかれちゃう、追いつかれちゃって殺されてしまうんですけど、まあ、最後のセリフもすごい、うん、なんだっけ、あの、お前ら本当に正しいことやってるのかみたいな、なんか訴えかけるようなセリフを吐くんですけどね、ミコが彼らに人間らしい行動をしろみたいな。でそこでなんかバトンを渡すっていう演出がありましたね、あるんですけど、それがまあ1話目から続いてる、この走るの意味がここで最後まで、最後まで生きてるなと思って、そこはちょっと感動しました。感動しましたね。というのがで、まあ10話のあの終わり方は、あの一番最後の終わりと思いました。上半身だけになっちゃってて、まあびっくりしたけど、でもなんかあれはあれで美しいのかなっていう気はしましたよ。綺麗でしたよね、はい、すごい綺麗なイメージはなんかついちゃいましたね。アニメーションたちもかなり原作に忠実な感じのイメージで、うん、まあ、綺麗だったんですね。まあ、ただなんか原作だとなんかあのアスカリオがなんかちょっと後悔のセリフみたいなこと言うんですけど、なんかまあ自分たちの、まあ、地球が汚す、人間によって汚されたことが嫌だったって言って、はい、うんうんうん、それが動機で人間を今度は滅ぼそうと思ったんだけど、結局、まあ、自分がやってたことは昔自分がされたことの同じことをしてたんだ、はいはいはい、悪かった、うんうん、なんか、うん、悪かったよみたいなことを言うんですけど、いいす、ね、まあ、そこはなかったん で、ね、まあ、なくて、なんかどっちかっていうともっとパーソナルな、なんか亮とアキラの、はいはいはい、なんかもっと個人的な愛情みたいな感じのところ で、ね、最後に気づいた感じですもんね。そうですね、両が、明が死んじゃって、うん、なんだこの気持ちはみたいな、そう、なんで悲しいんだろうみたいなところであって、はいはい、まあ、ちょっと違うラストですけど、うん、なんかまあこれはこれで余韻があっていいかなと、うんうん、両のそっか、あの姿も見てないですもんね。あの12の羽が出てくる、あのサタンとしての格好を覚醒するというか、はいはい、まあ、悪魔の姿を見、12の羽って言うともうエヴァなんじゃないそうか、12枚じゃなかったっけ、いや12枚ぐらいあった気がしますね。8枚かな、うんうん、エヴァなんじゃない、まあ、エヴァ的な、うん、もうサタンになったらなんかもう女性っぽい、そうそうそう、完全に女の子になっちゃうんですよ。びっくりしました。まあ、もうどんどん女性っぽい雰囲気はあるけど、ね、ありましたけどね。そうですね、うん、でそのどの段階でもうその寮のなんか真相というかはバレるっていうか明かされる、8話ぐらいかもしれないですね、うん、まあ、まあそれなりに引っ張ってってことで、引っ張られてます。そこで初めて見る人にとっては結構えって感じなのかな。予想してました。いや、あんな風にバラすとは思わなかったです。あ、でもなんかこの人、うん、リョウはおかしい、ちょっとあそうです、ね、おかしいんじゃないかっていうのは、もうリョウは初めからこいつはダメだろうと思ってこいつはもう絶対裏切るなと思って、裏切るというか、まあ、めちゃくちゃなんかね、めちゃくちゃなんか勝手な行動してるし、はいはい、まあまあ何らかの意味でさ、不動明をさ利用してる感が出てたから、最初から悪人感はすごかったですよ、今回のアニメのリョウは。こいつは信用ならないなと思って見てましたけど、はい、うん、案の定っていう感じでしたね、はいそうですね。なんかテレビで、原作もテレビか、はいはい、まあテレビであの嘘を言うんですよね、そのアキラが、まあアキラがデビルマンだからみたいな、うんうんうん、そのシーンはまあ一緒か、一緒、まあ、あの全く同じ原作と同じ流れがやられて、うんうんうん、それでアキラのところにいっぱい暴動が押し寄せるっていう、ね、うん、という感じですね、はいっていう、まあ、全く救いがない話でした、ね、なんですけど
じゃあ全体を振り返ってなんか。全体振り返ってネタバレありでなんかありますかね。あ、ネタバレありで、まあぜひ僕みたいなデビルマン原作見たことない人にはぜひとも見てほしい作品ですね。特にいろいろなんか漫画とかアニメとか精通している方は特に見てもらいたいなと。ここになんかそういうオリジナルのもとがあるので、それを見てまたなんか再発見があると思うので、ぜひとも見てほしいです。はい、そうですね、うん、そしてまあ原作すごい好きって人だったら、うん、まあ原作にすごく忠実なものではないですよね。かなり結構現代アレンジとかあるので、なんかすごい全く同じものは期待せずに、なんか新しいどういうとこ変えてるかとかを楽しみながら行ったら、なんか割とね、オープンな心で見た方がいいかな。なんか多分なんか忠実なものを期待してた違和感かなりあると思う。忠実なものを期待する人はあんまりいないと思うんだけどね。そうですね、湯浅監督になった時点で、うん、だってまあ、ね、トレーラー時点見て時点でおおなんだこれはと。そうですね、まあ主人公がね泣き虫とか、まあ結構ねキャラクター変わってるので、まあそれでもまあ最初私もちょっと違和感ありましたけど、うんうん、ずっと見てると、まあ、1話30分で短いのですぐ見れちゃうんですね。あっという間ですね。あっという間で終わっちゃうので、うん、これはおすすめです。映像的にはどうですかね、全体を。映像もアニメ、あのオープニングから私かなり好きで。あ、オープニングは結構特殊で 3D を使った描写だよね、確か。そうですね。モデルがガーっていうか、なんかボヤボヤって、はいはいはい、まあ、なんか目がおしゃれだから、うんうん、そうそう、まあ、あと電気グループが曲やってる。ああ、はい、曲は、はい、はい、よかったです、まあ、普通のアニメとはだいぶ違った雰囲気の雰囲気で、うんうんうん、はい、エンディングっていうのはなんか特に別にあんまなくて、何話かにだけ1回あるぐらい。そうですね、毎回エンディングテーマとか毎回はなかったと思います。あ、そうですか、なかったと思う、うん、飛んじゃったのか、勝手にスキップしたのか、あ、そう、勝手にネットリックスだと勝手にスキップしちゃうので、見たかったら見れますよ。そうだよね、一応あるか、一応テロップありますよね、テロップは。そうですね、なんか全然印象に残ってないなと。スキップ機能があるから気づかないうちに飛んじゃってるっていうのも、まあ、ただエンディングはあのテーマ曲がね、たまにバトルシーンで流れるテーマ曲がそれがエンディングになってるので、あれを何回も聞きたい人はエンディングを見れば。今回だから音楽の人もいいですよね、いろいろ有名な人が変わってるんで、はい、あのそういった路線でも、うん、あの期待できるものは多いとは思いますね、うん、そうですね、ではそんなところですかね、はい、それでは、うん、まあ、デビルマン見た方ぜひコメントで感想を教えてください。どれくらいいるかな、結構見てそうですよね。でも宣伝はすごいいっぱいしてましたよね、まあ、あと結構ネットフリックスがやるっていうアニメも徐々に増えてきましたね、増えてきたし、はい、あの去年さ、そのイベントで発表した作品も、はいはい、まあ、デビルマンが多分一番最初なのかな。そうですね、今年すごいいっぱいあるっていう感じですね、うん、まあそこそこの門を、まあ、そこそこの門って言うと失礼かもしれないけど、まあかなりあの実際良いもので作ったので、はい、今後も期待したいし、うん、単純な話なんか、まあ僕は最近テレビアニメはほとんど見てなかったんですけど、うんうん、まあやっぱりそういう意味ではちょっと大人が見るアニメ、まあはい、まあ、子供には見せられないなそうですね、はい、そういうのないかったから、また、はい、まあ、こういう路線は少しやっぱ欲しいな。そうですね、そうですね、うん、アニメではこういう路線珍しいですから、ね、もう今はないですね、はい、うん、もうちょっと増えてほしいかなと思ってるんで、そうですね、今後もちょっと期待したい、今後に期待ということで、はい、はい、それでは皆さん、今週の銀幕にポップコーンはここまでにしたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。